北日本では明日にかけても断続的に激しい雨となる見通しです。こちら青森県むつ市からいただいたウェザーリポートです。比較的短い時間ですけれども激しい降り方になって一気に水が側溝から溢れたといった報告をいただいております。比較的短時間ですんで現在はもうだいぶ弱まっているということなんですけれども、このような降り方明日にかけても何度も繰り返す見通しとなっています。引き続き十分に注意をしてください。現在の10分天気とレーダーの状況です。この時間秋田や青森そして、北海道道南エリアの一部で豪という激しい雨の報告です。活発な雨雲が現在この方面を通過しているわけなんですけれども、前線はほぼ、東北の北部に停滞中、そして前線の上にある小さな低気圧が現在青森県付近を通過しているということで、とりあえず目先お昼前にかけて激しい雨となる可能性があります。現在強いところで30ミリ前後の雨ですけれども、場合によっては30ミリから50ミリの激しい雨となるところがこの後もありそうです。予想気圧配置見ていきますと、激しい雨を断続的にもたらしている前線と低気圧、現在も北日本にほぼ停滞しています。今後もですね、前線の位置は明日にかけてもほぼ変わらない予想です。前線上時折このような小さな低気圧が通過していくということで、激しい雨となるタイミング明日にかけてもある見込みです。この後の予想降水量を時間を追って見ていきます。まず朝のうち9時過ぎにかけて、活発な雨雲が一つ通過をしてピークがありそうです。その後も今日夕方にかけて秋田県北部などを中心に激しい雨断続的に発生する見通しとなっています。すでに大量の雨が降っている状況ということになりますので、この後わずかな雨でも土砂災害など発生する可能性もあります。河川の増水氾濫などにも引き続き注意警戒をしてください。最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。